青空の下、青々とした芝へと選手たちがこれから向かっていきます。清水と横浜 FC の一戦です。J1 リーグ第13節、清水エスパルス対横浜 FC の一戦、前半45分の戦いが始まっています。ワイからサンタナ、鈴木唯人から中山、中山シュート、惜しかったですね。さあ岩竹、このルーズボール、エウシーニョのシュート、西澤かチアゴサンタナか、西澤できた、壁に当たります、サンタナだ。おお、右足ですね。左利き、レフティのサンタナ、右で打っていきました。そしてエウシーニョ、エウシーニョのクロス、ターゲットはサンタナでした。ここで前半45分の戦いが終了です。さあ間もなく後半戦です。J1 リーグ第13節、清水エスパルス対横浜 FC、 後半開始の笛が吹かれました。さあ宮本、河合、いいところで出ましたね。そして中山、中山のクロス、遠いサイド、胸で受けて鈴木唯人、エウシーニョ、さあワンタッチ、ふわっと浮かせたクロスですが、こぼれて奥井だ。もう一度、チアゴ・サンタナ今シーズン4点目、まあ、この細かいパス回しから、まあ、最後クロス流れたんですけど、まあ、奥井1本目跳ね返ってきたボール、もう1回体倒して、まあ、最後はチアゴ・サンタナ面を作って当てるだけでしたよね。まあ、良い場所いましたよ。まあ、これがストライカーですよ。今シーズンは7得点中4得点がセットプレーから挙げているという横浜FC。さあ手塚のキックです。狙ってきた、決まりました。横浜 FC 1対1同点。グレーベが得たフリーキック、そして最後手塚が決めました。本田との駆け引きもあったと思いますけど、一回顔を中見てるんで、なおかつ壁の外からですよね。まあ、速さ、まあ、コース、もうパーフェクトじゃないですかね。まあ、素晴らしい軌道で、まあ、権田がセービングしたところを手前に落とすようなボールですけど、やっぱ持ってますよ手塚、左足ね。なかなかシュートというラストのところまでがいかない。さあディサル下げて中村、中村狙ってきた、オフサイドフラッグが上がっていました。さあ95分台、そしてここで試合終了の長いホイッスル。先制したの